7.27パリゴリン GL 第2節 U から23日本1の 0U、23マリボルドー不可抗力のハンドでピンチを招いた仲間を覆った。U から23日本代表 DF 西尾高也は、MF 川崎颯太のハンドについて、あれは誰が悪いとかではない、と擁護した。1対0で迎えた後半アディショナルタイム、日本はまさかのピンチに陥った。 相手の波状攻撃を受けた際、果敢にブロックした川崎の腕に相手のシュートが当たった。イデオアシスタントレフェリー、VAR のチェックを経てハンドが認められ、PK を献上した。僕はもうレオが絶対止めてくれると思っていた、西尾。U23 アジアカップ決勝でも終盤に PK を与えたが、グキコクボレオブライアンのスーパーセーブが危機を救った。 仲間たちはその瞬間を覚えており、守護神が止めるという確信を胸に秘めていた。結果、国母のプレッシャーに押された相手のシュートは枠を外れていった。仲間たちが国母の活躍を信じた一方、川崎は自身の過ちを食いていたという。ずっとごめんと言っていた、西尾。失点のピンチは一つのミスでは起こり得ない。そう西尾は力説する。 あれは誰が悪いとかではない。その前のプレーというところを課題として直していかないといけない。そして、西尾はあえて自身の、過ち、お引き合いに出した。僕もチームに迷惑かけたことはアジアカップであったので、パリオリンピックの切符がかかった最終予選の U23 アジア敗初戦で、西尾はレッドカードで退場処分を食らっていた。 石尾が無言でピッチを去る間際、駆けつけた3人のうち1人が川崎だった。川崎はその時、ピッチを去る西尾に対して、チームに申し訳ないという気持ちもあると思う。だけど、そう思わないでほしい、と声をかけていた。今度は西尾が川崎を守る番だ。チームメイトの存在は本当にありがたいと、自分が一番わかっている。 川崎には全然問題ないよ。風太のおかげで守れているところもあった。そこは助け合いなので切り替え抵抗と伝えたという。日本はオーバーエイジ不在で初めてグループリーグ突破を決めた。個々の成長と、そして2年半を共に歩んできた結束力も、勝ち進む大きな原動力になっているに違いない。